演奏してみて、こんな大きな舞台で演奏することが私たち初めてで、すごい緊張しましたが、とても楽しかったです。立派でした。 応援しています。今日はどうもありがとうございます。ありがとうございます。京都芸能部部長のわらふぶきさん、そして根本一樹さんにお話を伺いました。